リースにも含まれてる。うまいっす、対局。なんかここら辺で、本当にこっちにも行きます。うわナイス、ナイス。いや、痛かった。すごいな、なんか別ゲーだね。でもスピード感変わりすぎて、ちょっと慣れないとだな、これ。そうですね、あと100戦ぐらいやったら慣れるかな。どうしようかな。確かに切断すんの早すぎて、もういやいや、もう早く次へ次へとね。そうだよね、なんか早いな。後ろは振り返らないんで。はい、2倍速で生きてるね。いや、もう5倍以上だったよ。5倍ぐらいで生きてるか。違う違う、チャンスチャンスチャンス。やっぱ自分の、ね、ダメージとか振り返りたくないっていう。あ、分かる分かる、戦績ね。そうね。だから逆にもうめっちゃダメージ出したりとかキルした時はもう俺5分ぐらい眺めてるんで、うん、一生戻ってけへんから。ちょっときしょいな。やめろよ。ちょっときしょいやん。きしょいか。きしょいか。どうしようか。あ、なんか忘れて、これ撃たれてる。集中して、すごいすごいすごいよ、ここ。いや、この手に持ってる、もう最初から持ってる剣があるな。弾がなくても弾がなくてもいけるぞ、俺。行くか。怖いだな。やっぱヒーローなっちゃいますか。うおー、行け、拾って、逃げろ逃げろ、助けてー、マナパンマン行くぞ。マナパンマン、愛と勇気が友達だ、マナパンマン。もうちょっと友達欲しい。よければなんですけど、ほんまひまわりとアルスアルマルが友達にそこにいてくれるとちょっとニコニコしちゃうっすかね。いない。 OK、 行きましょう。そうですね、まだまだなんか友達を、友達を名乗るにはちょっとね浅かったかもしれないですね。 OK です、 OK です。考えてただけだよ今。違うよ。あ、そうっすか、そうっすか。もしかしてちょっと、あ、検討はしてくれてました。ありがとうございます。今回まだ初めてやし、どういう距離感で行こうかなって。あー、そうっすね、そうっすね。なんか距離感バグってるやつきしょいっすもんね。 OK です、 OK です。こっから徐々に詰めていきましょうよ。俺たちのサクセスストーリーいきましょう。俺たちやっぱ若いな、なんか俺たちのサクセスストーリーとか言わないんだけど、さらさら出てくるよね、そういう言葉がさ、ね、本当になんか。いや、明日いよいよ本番か。明日何時だっけか、夕方ぐらいやったよな、確か。そうね、4時、よく早いな。5時だ、5時。うわぁ、起きれるか。大会配信自体が10…、まあ、7時か9時からっすね。でも多分結構前々からいろいろ、集合は5時、4時40分。わぁ、めっちゃ早いよ、集合。4時半だよ。えぐいって。すごいっすね、めっちゃいろいろ念入りにやるんすね。え、3時間前集合だよね。マジか、怖えな。もうじゃあもう3時間前からずっと今温めとこうなら、もうほやほやでいきますよ。もう全部ビタビタに頭いくんで。期待してる。うん、ウィングマン全部渡す。うん。ウィングマンそんなにあったらいいっすけどね。マルは起きる時間ぐらいか、5、6時って。まだ寝てるね。まあ、まずだからチームが揃うかどうかからスタートっすよ、俺らは。まあ、そうだね。戦いが。なんか確かマヤ君もなんかさっき起きたみたいに言ってなかったっけ。だから、もう今日はもうギリチョ前寝とこうと思って、やっぱり配信のために体力温存で。うわ、マジか。今8時起き。朝。うん、偉すぎる。生活習慣良すぎてさ、良いね。ほんまにもう一周回りすぎて、もうでもね、ダメなんよこの生活。コラボとかでさ、大体9時とかやん。そうね、コラボ10時とか、うん、もうダメだ。11時くらいだったらちゃんと配信喋んなくなってくる。元気ないよね。ダメなんよね。朝むっちゃ元気ないけど昼とか。はいはいはい。でもね、ちょっとライバーって考えるとちょっとあれですか、難しいですか。そうだから、もうちょっと調節しないと。昼過ぎぐらいに起きたいの、3時とか4時とか。でもどういう病院行ったらいいか分からんのんすよね。やっぱその睡眠外来みたいなとこなんですかね。まあ確かにどこに行けばいいんだろうね。睡眠外来ってのがあんの？そのなんか睡眠専門の、まあその寝すぎの場合も寝れなすぎの人も両方対応してるみたいな。怪我とかではないもんな。寝相が悪いで病院行けるかな。寝相悪い、わかる。めちゃくちゃ悪い。いや、言うて俺もそうっすね。もう朝起きたら逆さまになってる時とかありますもん。わかる。
なんか T シャツが首ぐらいまで上がってきて、それはない。なんかさ、下むっちゃ下に行ってんねんな、寝てる間にこうだんだん下に下に、はいはいはい、だからシャツが上までどん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 上がってってさ、いやお腹出るくらいじゃなくて、いやだからもう首まで行って、だから一回ちゃんと T シャツに殺されそうになったことある。ちゃんと、え、腕はどうなってんの？腕上げて寝てるからほとんど、だからもう首、うん、もっと死にかけ行きましょう。T シャツに転がってあげてんのやばいやろ。しまってくれねえか。T シャツに殺されるのだけはと思って、なんか最近着ぐるみみたいなのを着て寝てるんだけどね。あー、裸とかもね、冷えたくないから腹巻きとかもやってたんだけど、買って可愛いのあるじゃん最近は。ありますね、あるね。そうやってたんだけど、腹巻きもチューブトップぐらいまで脇の下ぐらいまでにぐるぐるになってた。なってて、なんか中学校の靴下みたいな、くるくるくるってなってて、服装の方に衣装出んのやばすぎでしょ。初めて聞いたよそれは。難しい、ガチャ出るのってね。でもソシャゲとかやってないよな。だからやってないね。いやそうっすね。でもなんかね、やりたいなと思って。30入ってできなくなりました。あ、そう、長続きしなくなる。2、3年前はやってたってこと？スマホゲー、ぼちぼちやってましたね。何やってたの？あ、それこそあのニケとかやってましたよ俺。あ、お尻。そう、お尻っす。お尻好きなの？お尻やす。でもいや、いいゲームっすよあれ。あれちょっといいゲームっすよ。俺大好きでしたもん。ストーリーとか感動するってこと？いや、ストーリーめちゃくちゃ重厚っすよあれ。やってきたの分かるっす。めっちゃ重たいっす。結構、まあ、軽くやむぐらいに重たいストーリーがあるんで、あれ。そうなの？めっちゃいいゲームっす、あれ。なんかその BGM とかの雰囲気も良かったし。どの子が好きなの？ググルは。あ、検索するわ、言って。誰、誰が好きなの？俺は、あの、グレンっていうキャラクターがいて。グエン？え、グエン。グエンはちょっと。先輩ちゃうねん。その子好きやったんですけど。結構細い。細い、ね、細い感じのこういう子が好きなのね。うーん、こういう子が好きなのね。いやいやだ、なんかそんなんで把握されるのめっちゃ嫌やな。なるほどね、偏見ではない、実際そうなのかもしれないけど、お尻がすっごい気になる。いや、わかるよね。いや、そうっすね。なんかやっぱその最初あのお尻のビジュアルというか、あのインパクトでやっぱ攻めたゲームではあるなと思ったんで。そう言ったら、その広告とか出てきてやっぱ見るのって絶対お尻じゃないですか。お尻だね。そうなんで、アップルのあのね、検索でもお尻ってやったら出てくる。なんでお尻で検索すんだよ。